ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、プライド、運命の時。監督は、伊藤俊也。1998年の作品です。太平洋戦争敗戦後、戦勝国による審判により、A 級戦犯として裁かれ、絞首刑となった東条英機。彼の視点から捉えた、東京裁判の欺瞞と、かつて日本を戦争へ導いた指導者の、開墾と苦悩を描きます。出演は、津川雅彦、奥田瑛二、石田歩美、ロニー・コックス、スコット・ウィルソン、スレイシュ・オベロイ、大鶴義丹ほか、ヒトラーやムッソリーニと、全く、性質を、異にする近代史の重要人物の一人、東条英機を、正面から映し出した、希少な作品です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。